リード 1-5、中学3年生の 1-5。また日記続きます。オーガスト、ファースト、8月1日水曜日、32ディグリーズ、温度も書いてくれてます。気温も書いてくれてます。Today we received our grades。今日私たちは、Today、今日何は私たちは、received、受け取ったよ。our grade、これ成績のことです。グレードって成績、私たちの成績を受け取った。だから終業式かなんかだったのかな。成績を受け取った。My average was excellent and I was very happy. My average、アベレージっていうのは平均のことです。俺の平均の成績、成績の平均はでした。excellent っていうのは素晴らしいみたいなね。俺の平均はでした。素晴らしいでした。だから成績良かったってことですね。アンド、本でもって、私はでした。でした。ベリーハッピーな気持ちでした。やったぜ。ってね。いい成績で嬉しかったのでしょう。I received 10 yen and bought a toy playing part, a winder for 5 yen. 私は、俺は、僕は、受け取った。レシーブ、受け取った。バレーとかでも言うね。受け取った何を ?10 円を。当時の10円って今の10円と全然価値違うからね。俺は受け取ったんだ、10円を。本でもって、ボート。買ったんだ。トイプレイン、おもちゃの飛行機のパーツ。ワインダー、翼のある飛行機のね。プレインパート。翼のある飛行機の部品を買った。4、5円。5円使って。10円もらって、5円でこれを買ったってことですね。Tomorrow we will work at road cleaning in the east of 新大橋。もう広島はさ、8月6日じゃん?で、長崎8月9日じゃん?もうこれ8月1日の日記だからちょっとだんだん気持ちが重くなってきますよね。Tomorrow、明日の話だから私たちは働くつもりだ。at road cleaning、道をきれいにすること?うん、道をきれいにすること。道の掃除。in theイーストオブ新大橋。新大橋の東の方。新大橋の東側の道のきれいにする、道をきれいにすることで働くつもりだ。またなんか穴掘ったりね、いろいろ木の枝運んだりするのかな。オーガスト、セカンド、サーズで、サニー、32ディグリーズ、32度。はい。8月6日が近い。From today, we will do 10 days of road cleaning work.From today, 今日から何は私たちは will do やるつもり 10 days of road cleaning work を今日から私たちはやるつもりだ10日間ロードクリーニングワークの10日間をやるつもりだ道を掃除する仕事道を掃除する仕事の10日間10日間の道掃除10日間の道掃除のお仕事をやるつもりだだって8月2日から10日間ってそういうことでしょ ?8 月6日超えてるもんね。Today we tidied up the east side of 新大橋。Today 今日私たちは態度、そうね、綺麗にするっていう単語から来てます。で、tidy up でもう綺麗に下押すみたいに。なんかさっぱりさせる。今日私たちは綺麗にさせてやった the east side of 新大橋の東側をきれいにしたった。うん。まあ、きれいにしたとかでいいんじゃないかな。今日はそんなことをしました。オーガスト3rd、8月3日、金曜日、晴れ、30度。Today we walked again. 今日、私たちは働いた。もう一回働いた。On my way back home. On 誰の way home っていうので、帰り道って、その人のこのこういう道ってなります。バックホームで帰り道ってなりますね。俺の帰り道ので、僕の帰り道の途中で、it rained。it っていうのはそれって意味もあるし、空気は雰囲気はみたいな意味もありますから、天気は rained。雨が降ってきた。天気は雨降りだった。ほんでもって、私は get wet する。まあ、ガットですけど、get wet するで、なった。ウェット、濡れ状態。で、スルーもつくと、めっちゃになりますから、めっちゃ濡れ状態になった。私は、私はなった。珍しいけど、ここはなるとかなったとかさせるは、こういう道もありますからね。SVC っていう道もありますからね。私はなっちまった。めっちゃ濡れ状態になった。俺はなった。めっちゃ濡れ状態になった。突然帰り道に土砂降り、傘とか持ってなかったんでしょうね。
そんな一の子です。